ヒクソン・グレーシーは、ブラジルの男性柔術家、総合格闘家。リオデジャネイロ州出身。ヒクソン・グレーシー柔術所属。ブラジリアン柔術球団。グレーシー柔術の創始者、エリオ・グレーシーの三男。息子のクロン・グレーシーも柔術家、総合格闘家である。日本においては、総合格闘技の試合で、高田信彦や船木正勝など著名なプロレスラー。 格闘家を相次いで破った。ホイス・グレーシー同様、バーリ・トゥード・ルールの試合において、相手をテイクダウンし、マウントパンチで攻撃、最後は締め技や関節技に持っていくというスタイルを使っていた。総合格闘家としてのキャリアを完全無敗のまま引退した数少ない人物である。18歳でエリオ・グレーシーからブラジリアン柔術黒帯を授与された。 1980年4月25日、20歳の時に、レイゾールに勝利すると、ブラジルで多くの名声を得た。4年後にも対戦し再び勝利した。ルタリーブリのウゴ・デュアルチとリオデジャネイロのビーチで喧嘩をして勝利する。正式な試合での対戦を望むデュアルチに、ヒクソンはビーチであった。デュアルチの方を張って喧嘩を仕掛けた。 デュアルチは喧嘩の最中にヒクソンの門下生に蹴りを入れられたのが敗因だとしてヒクソンの道場を訪れて再選を要求するもヒクソンは挑戦を受け返り討ちにした。1993年 UFC が開催されることになりヒクソンは一族を代表して出場することを強く希望するが実刑のホリオによって却下される。結局弟ホイスのセコンドで サポートに回ることに合意する。その UFC において優勝したホイス・グレイシーが、アニ・フクソンは私の10倍強いと発言したことで注目が集まった。400戦無敗というマスコミの報道は誇張されたもので本人が積極的に公言したわけではない。ビーチでのストリートファイトも含めてそれぐらいの試合を経験したと本人が さやまさとしに語ったところ、それがキャッチフレーズとして使われ続けることになった。柔術を始めて間もない頃や米国の三母の試合で、敗れているが、本人はそれを隠すことなく認めている。父のエリオもこのキャッチフレーズを強さの証として、使用することには、否定的で、彼が試合したのは報道されているものだけ、道場での練習やアマチュアの試合を含めたら私は百万回は、 やっていることになってしまうとコメントしている。ブラジリアン柔術が UFC でその名を世界的に知られるようになる以前は大会自体がまだ小規模であったため戦績を正確に把握することが難しいこともその背景にある。1994年7月29日、バーレ・トゥード・ジャパン・オープン1九9四で初来日。一回戦では西吉則準決勝では ダビットレビキ、決勝ではバドスミスにほぼ無傷で勝利し、圧倒的な強さを見せた。テイクダウンからマウント、締めを狙うシンプルな戦法のみであったがインパクトは大きく、それまで打撃重視、組技軽視の傾向があった格闘技の概念を逆転させるほどであった。この試合をきっかけに、シュートはグラウンドパンチを段階的に解禁し、 他の工業もその流れに従ってゆく。1994年12月7日、ロサンゼルスのヒクソンの道場へ、道場破りに来た安城陽次の挑戦を受け、その場で帰り討ちにした。試合時間は6分余り。開始直後にマウントポジションを取って一方的に殴り続け、最後はチョークスリーパーで締め落とした。公式試合ではないが、多くの弟子が見守る中で行い。 証拠として、ビデオ録画もさせている。ヒクソンはこの戦いで、マウントパンチを多用し、安城を血だるまにさせた。ヒクソンの試合は、マウントパンチはあくまで関節や絞り目を取るための布石のような使い方をするが、このような道場を破り相手では、簡単にタップさせると、俺は負けていないと、相手がごねるケースがあるため、誰が見ても勝敗が、はっきりわかるように。 マウントパンチを多用したと語っている。また、この時撮られたビデオは後に、マスコミ関係者のみに一度だけ公開されており、これも後に、ヒクソン側に不正があったと言われないようにするためである。この道場破りは、アンジョの個人的意思とは違う理由が大きかったのを、ヒクソンは理解し、試合後当初はアンジョをねぎらうコメントを残した。1995年4月20日、 バーレ・トゥード・ジャパン・オープン1995に出場。前回と違い、ロープつかみ OK というルールの影響や、対戦相手に研究されていたために時間はかかるも、さほどのダメージもなく優勝。1回戦では、山本隆久、準決勝では、木村浩一郎、決勝では、中井勇希を、それぞれチョークスリーパーで下した。1997年10月11日、 プライドの初興行となったプライド1で高田信彦と対戦。高田にほぼ何もさせず腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収めた。1998年6月上旬、追間板ヘルニアを発症。9月に腰の痛みがなくなり高田信彦戦の準備のため来日するがヘルニア再発し再度治療に専念。1998年10月11日。 プライド4で高田信彦のリベンジマッチを受け、1ラウンド9分30秒、前回同様腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収めた。2000年5月26日、コロシアム2000で船木正勝と対戦。肘打ちなしのルールを自ら希望して臨んだ。船木のパンチで左眼過程を骨折するも、レスリング技のスナップダウンでグラウンドに持ち込んでからは圧倒。 バックを取ると、船木の片腕を首に巻きつけながら、マウントパンチを浴びせ、チョークスリーパーで締め落とした。2001年2月、長男ハクソン・グレイシーが、ニューヨークで死去してから約1年間をもてだった、活動を控えていたが、2002年4月26日、自身の写真集、ニファーストセンチュリー・ウォーリアー、エス・スピリットの出版と同時に活動を再開。 2005年10月19日、カリフォルニア州で武道チャレンジを主催した。2007年9月17日、ヒーローズに参戦したデシケビン・ケシーのセコンドとして来日。試合前日に新宿ステーションスクエアで行われた公開記者会見では、桜庭和志と握手を交わした。大会当日には、リングに上がり、もう一試合戦いを見せる力はまだありますと。 ヒーローズ参戦を宣言した。2008年2月、全日本柔術連盟を設立し、初代会長に就任。なお、相談役は父であるエディオ・グレーシー、理事長は弟子の渡辺孝信が就任した。同年5月と、翌2009年6月27日の、ヒクソン・グレーシー杯国際柔術大会のため来日。2010年9月24日、 日本でビジネスマン向け新刊書、ヒクソングレーシー無敗の法則を刊行し、同日、新宿国運タワーブックファーストでファン向けイベントを開催する。2017年7月、長兄のホリオングレーシーより赤帯を授与される。しかし、授与以降もそれまで巻いていた、接国体を継続して巻いている。このことについてヒクソンは、授与自体はありがたく感じるが、 赤帯は赤帯を授与できる人間が話し合って認められるべきであって個人が決定して良いものではないと理由を述べている。ヒクソンをはじめグレイシー一族は試合に先立ってルールの変更を要求することが多かった。彼自身も頭突きや肘打ちありの試合は流血になることが多く感染する人に嫌悪感を与えるから禁止にすべきであると主張して ルールの変更を要求したことがある。一般的に、頭突きや、肘打ちありのルールは、低層のように寝技が得意な選手には、有利とされるが、船木正勝戦ではあえてそのルールを要求した。プロとしての初試合は、ルタリーブリの選手、レイズールとの試合であり、試合は2度行われている。1回目は1980年4月25日、ブラジリア市内の体育館で、 観客も少ない中で行われた。当時ヒクソン20歳。弟、ホイラーの証言によると、父エリオはホーウスに出場させたかったが、ホーウス自身が、もしズールが勝ったら、私が次に出るが、彼はヒクソンに勝てないと言い、ヒクソンに譲った。当時のズールは、身長192センチメートル、体重104キログラム、年齢35歳。試合は10分3ラウンド。 開始早々ズールがヒクソンの腰をめがけて進んできたところをヒクソンは膝蹴り。これでズールは歯を2本オールがひるむことなく攻める。その後ヒクソンはズールにリング外に3度投げ出されながらも2ラウンド目の2分経過時に裸し目で勝利した。ヒクソンはこの試合が今までで一番タフな試合だったと語る。試合後ズールはヒクソンに近づき勝利を称えつつ、 君には父親やホースという助けがある。しかし自分はそうではなく、自分だけでここまで来たと述べたという。ヒクソンはこれを受けて、ズールがいかに得意な選手であったか、そして家族や神にどれだけ感謝しなければいけないか、この言葉によって気づいたと述べている。ヒクソンはトレーニングの中にヨーガを取り入れている。ただし、このヨガにはヒクソン独自のアレンジが加えられているため本来の、 ヨーガとは多少異なる。ヨーガの直接の死であるリオデジャネイロ在住のオーランドカニが教えるエクササイズはヨーガとカラリパヤットと対極拳を組み合わせた呼吸法がベースとなる独特なもの。動物の自然なしなやかさを身につけることで格闘家の動物的本能を伸ばすことが目的という。このカニの下でヨーガを学んだブラジルの格闘家は多い。ヒクソンは 彼のもとで1986年から1988年の終わり頃まで修行。カニは、ヒクソンは特殊な例であり今までで最高の弟子とし、非常に高い評価をしている。ヒクソンはそこからさらに彼独自に発展させている。彼のヨガのエクササイズの場面がよくテレビで放映されたことがあり、今のヨガブームの一翼を担った面も多少あると思われる。現在、 MMA の試合からは完全に遠ざかったヒクソンであるが本人がインタビューで答える内容からすると未だに世界のトップレベルの競合と拳を交え戦いを制するだけの実力は秘めていると主張している2009年に入ってからも UFC ヘビー級王者のブロックレスナーやエメリアエンコヒョードル相手に勝つ策はあると断言しているが実行はされなかった 2010年9月26日のニコニコ動画における生放送番組に出演した際、視聴者から試合を行わなくなった理由について問われると疲労や怪我の回復が遅くなったからと答えており、その後も各種メディアにおいて事実上選手としての引退を認めている。競技化、複雑化した充実のメインストリームに反発し、ヒクソンは父から受け継ぎ、 自身が培ってきた充術を更新に伝えるために JJGF を立ち上げた。ヒクソンは複雑で激しいムーブメントを多用する競技充術に対して体重のかけ方やポジショニングを重視した自身の充術の技術体系をインビジブル充術と称し、それまでビジネス方針が異なって対立していた老いのヘナーグレーシーと提携を開始。否定的だったオンライン講座や それまで自身のセミナーで禁じていた撮影を解禁するなど積極的な活動を見せている。ありがとうございます。